はい、どうもこんにちは、スーパーイクマイスターの小平です。今回は前作の X ゴースト101から新しくなった X スピードフロー101で何が変わったのか、そして何が良くなったのかっていうのを詳しくレビューしていきたいと思います。で、X スピードフロー101の主な着用選手はリオネル・メッシ、モハメド・サラ、久保建英選手、浅野拓磨選手です。以前までメッシはネメシスっていうモデル入ったんですけども、この X スピードフローが出たタイミングでアディダスのネメシスっていうのは廃盤になりました。生産終了でございます。で、メッシはネメシスじゃなくて X スピードフローを着用することになりました。アディダスのサッカースパイクはネメシスはなくなっちゃったので、今回から X スピードフローで、コパセンスで、プレーターフリーク、この3つのサイロになっております。というわけで、事前情報はそんな感じで X スピードフロー101レビューしていきたいと思うんですけども、まずアッパーについて言うと、今回の X スピードフロー101ではアッパーの素材が柔らかくなりました。前作の X ゴースト101で採用されていたフルロス筋アッパーっていうのも、まあ、アッパーはめちゃくちゃ薄くて、その薄さによる素足感覚のフィット感だったり軽量感っていうのが感じられる履き心地でした。なので、これはこれでね、X ゴーストとしては非常に特徴がはっきりと出てて、これの前のモデルである X19.1 から X ゴーストへのね、進化の凄さっていうのをね、感じられる仕上がり具合だったと思います。そんな中、今回の新しくなった X スピードフロー101では、相変わらずアッパーはめちゃ薄です。そしてアッパーの質感っていうのがよりしなやかにアップデートされました。最初から柔らかい、なので履き始めの段階から足に対しての接触感に、まあ、きつさとか張り感っていうのが、まあ、少なく済んでいて、全体的なフィット感だったり履きやすさっていう面に関しては X ゴーストよりも今回の X スピードフロー101の方が良くなってるなっていうふうに感じました。あとは履きやすさっていう面に関して言うと、今回 X スピードフロー101では高エリアとか履き口周りに新しくプライムニット素材っていうのが採用されたことによって、ここの履き口前側のストレッチ性とか伸縮性っていうのが良くなってます。それによって履き口をガバッと広げやすくなって、まあ前作よりも足入れしやすくなってます。あとは X ゴーストの時は履き口前側に局所的な圧迫感がありましたが、 X スピードフローではプライムニット素材を採用して履き口の設計も改良したことによって、ここの局所的な圧迫感っていうのは解消されています。こういうところも、まあ、X スピードフローの履きやすさに貢献してくれている印象ですね。ただし今回 X スピードフロー101のこの履き口前側のね、ニットが出っ張ってる感じなんですけども、この出っ張りがですね、履いているとこうペロリンっていう感じで、なんか勝手に折り返っちゃうみたいなね、現象もあったりして、で、久保建英選手のプレー中の写真とかを見てみても、あの履き口の前側のところのニットがペロリンってね、結構こう折り返っちゃってるっていうことがまあまああったりしたので、ちなみに僕も履いてて、この履き口の前側のね、ニットが履いているうちにいつの間にか折り返っちゃってるみたいな現象っていうのは普通に発生してました。なので、ここはもう仕方がない部分ですね。で、またここの出っ張りを切っちゃったりすると、また切った断面がニットの糸とかがほつれちゃったりするんで、まあここは本当にもうある程度割り切って履くしかないっていう感じですね。あとはボールタッチ感については、やっぱりこのね、アッパーの薄さがポイントになってます。ボールにね、接触した時の感触っていうのもよりこう鮮明に足先に伝わってくるような、まあ、ボールに対してシャープに接触できるようなイメージですね。そして X スピードフロー101ではアッパーの内部に新しくアジリティケージっていうね、サポートケージ素材が採用されてます。トップスピードの中で繰り返されるクイックな動きっていうのをサポートする役割っていうのが備わっています。ただね、実際に履いた感想としては、足全体をね、ガチッとホールドするような強さっていうのはなくて、やんわりサポートといいますか、この柔らかなフィット感は損なわずに、まあ、あくまでもこうアジリティケージでこう足全体を若干こうサポートしますよっていうレベル感でしたね。はい、サポートの度合いとしては。なので、アジリティケージ自体に強さとか硬さがあるっていうわけではないので、はい、そこはまあフィッティングにおいては一安心ってところなんですけども、なのでホールド感とか安定感重視のプレイヤーは若干まあ物足りなさを感じる可能性もあるとは思います。あとはスパイクの重量、軽さについてです。X スピードフロー101の FG モデルは
片足 197g です。 AG モデルは 214g で、 HGAG モデルも 214g です。でこの重量数値っていうのは前作の X ゴーストの時とほぼ同じです。そしてあとはですね、シューズキーパーについて、前作の X ゴースト展示の時は、付属品としてシューズキーパーついてました。これね、最初は硬いんで取りづらいんですけど、でこれがタダでついてるっていうのは結構お得感があったんですけども、今回の X スピードフロー展示ではこのシューズキーパーついてません。ここはね、ちょっとこう残念ポイントでございました。でアウトソールについては X ゴーストの時と同じです。なので、まあ、X ゴースト履いたことある人っていうのはその時と同じアウトソールなんで、スタッドのグリップ力だったり、まあ、FG ソールの場合はこのソールの前側部に内蔵されたカーボンファイバープレートの反発性っていうのが感じられる、そしてブレードスタッドによるグリップ力の強さ、そして蹴り出しの強さっていうのが感じられて、それプラスカーボンファイバーの反発力も合わさって、まあ縦の推進力だったりスピード、こう加速力っていうのが感じられる走り心地っていうのは今回の X スピードフロー天地でも引き続き実現されてました。こう着地して、で地面を蹴り出す時にソールが曲がった状態からまっすぐに戻る時の反発力っていうのがカーボンファイバープレートで発揮されるんで、一歩一歩の蹴り出しの時にグングングンってくるね、反発が発揮されてよりダイナミックに加速していけるっていうのがね、そこがねこの X ゴーストだったり X スピードフローのスピードを発揮するっていうところの、まあ、一つ機能性の肝になってる部分なんで、まあこのカーボンプレート X のポイントですよね、うん、という感じで今回 X スピードフロー101レビューやっていきました。全体的に X ゴーストと比べたらよりこう履きやすく履きこなしやすいスパイクになったなっていう風に印象を受けたんで、なので軽さだったりスピードっていうのを重視しながらもアッパーの薄さだったり、あと FG ソールならカーボンファイバーの機能性、反発力、そして独自ブレードスタッドの優れたグリップ力っていうのが体感できるスパイクなんで、そういったところを求めるプレイヤーにおすすめのスパイクになっていると思います。ネメシスが好きだったプレイヤー、次何履けばいいですかっていう質問に対しては、まあ、メッシもネメシスから X スピードフローに移ったんで、ネメシスが好きだったプレイヤーの方も一度 X スピードフローにサカショップでこう試着してみるといいんじゃないかなと思います。そんな感じで、今回もご視聴いただきありがとうございました。激坂チャンネルではスパイクのレビュー、そして紹介、僕スパイクマイスター五平がいっぱいやってますので、チャンネル登録もやっていただけると非常に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スーパーイグマイスター小平でした。